てた。
せてください。失礼します。はい。
ください。
行くわよ。なんかクロウのところに向かった時みたいな感じだね。ああ、そういや作りは大体似てるみてえだからな。今回は総国が目的ではありませんが。何せ時間もないからの。わらわも支度で手一杯だったのじゃ。宅入ってくるがよい。セリーヌは心の準備だな。ここは月の霊場、真実を映し出す聖域じゃからの。霊場の活性化によって元の姿を取り戻しておるわけじゃ。そして真の姿も。採用にあるのは水鏡。代々の巡回魔女が管理した遺物じゃ。皇帝家の黒の司書とも連動する帝国の裏の歴史を映し出す神具。黄昏の最終段階に至った今ならば全てを垣間見ることができよう。ただし起動するためには大いなる試練が必要になるが。ようやくその認識に至ったみたいね。そもそも昨日外していたのはババ様の手伝いをしていたからだね。今回の試練の前座、まずは私が務めさせてもらうわ。サプライズゲストも呼んだから、せいぜい楽しんでちょうだい。そちらは想定外じゃが、存分に役割は果たしてくれよ。それではの、死ぬ気で採用にたどり着くがよい。
私の番ですね。任せるがいい。行くぞ。行きます。俺の番だな。いいぜ、かかってきな。行きます。えい、行くわよ。甘い。マイル、せい、行くぜ。時間がねえ。当然だな。手ごわいわね。しかもこの障壁って、水の力の魔法障壁。手加減抜きでいくわよ。よし、掴んで。ま、こんなもんだろ。悪く。当然だな。まだまだこれからだ。力が満ちているのか。その二つは赤石。気をつけてください。これでさあ先に進みましょう。相手が悪かったな。やりました。強敵発見。手強いぞ。気をつけろ。甘い。崩れた。みんな一気に決めるぞ。了解だ。了解です。マイル、
俺の番だな。よーし、いや崩れた。ここで了解しました。エマさんのおかげで助かりました。こちらこそです、ユーナさん。よし、やったわ。